お題はそこでございます。最後は脳の病気に関する特に、画像、データをどう扱っていくのか、そこから何が分かってくるのか、それを、バックグラウンドを少しお話をさせていただこうと思います。でこれは今回のこの統合化データベース構想の中で我々考えましたことまとめのスライドなんでございますけれども、我々テーマにしましたんですね、脳の疾患いろいろございますけれども、その中でも非常にメジャーなものいくつかでございます。一つは今日お話しいたしますアルツハイマー病、その発症過程ですね、特に超早期の段階で脳画像がどう変化していくか、それを追っかけていこうという、後でご紹介します。で、アド2という研究のデータ、これが主体になっているわけでございます。それからもう一つ、今、アルツハイマーは研究盛んでございますけれども、次にやはり解決しなきゃいけないのが、精神疾患でございます。メジャーな内因性、いわゆる内因性の精神疾患、統合失調症ですとか、うつ、神経症、その他のものでございますけれども、これらもですね、アルツハイマーとはちょっと違う形でありますけれども、脳画像の研究、非常に重要になっております。今日はアルツハイマーの方が主でございますので、一口に言いますと、アルツハイマーは脳の神経細胞が死んで抜け落ちて、脳が萎縮していく、代謝も低下していく、という、その、ある意味では一方向のプロセスなんでありますけれども、精神疾患では、脳の機能が変調をきたしている。しかしながら、そのハードウェアにあたる、脳の神経細胞側はですね、それほど急速に、脱落をしていくわけではないものと。だけれども、その機能の上で変調をきたすので、それをどのように捉えていくか。モダリティとしましては、機能性 MRI、ファンクショナル MRI とかですね、新しい方法を使っていくということが必要になるわけでございます。画像だけでは病気を語れません。当たり前なんですけれども、これらの疾患でも質の高い臨床情報、それから性格的なバイオマーカー、ゲノムの情報、さまざまなものを合わせて、その疾患の進行過程を理解するということが必要になるわけでございます。で、今回統合化データベース計画の中に加えていただきまして、これらのデータを一括して収納したデータベースを作りたい。そしてこれらが、日本の研究者のみならず国際的にも、また何としてもアカデミーや、それから製薬企業、それからレギュラトリーエージェンシー、さまざまなセクターに使いやすい形にしたい。で、最終的に、目指すところは、病態の解明に基づいた治療法の開発、疾患の克服、こういうふうに、進めていきたいなということを考えているわけでございます。で、次のスライドにですね、これは思いつくままなんでございますけれども、人の脳疾患画像というものを考えるときの特徴をいくつか挙げていました。第一の点はですね、データの、サイズがかなり大きいということでございます。ここに例としてこれ、JRの実際の MRI、それからペットの画像を挙げておりますけれども、1例のその1回のビジットあたりの MRI データというのは、だいたい150メガバイト、これがだいたい研究の全体で4000件ぐらいになってくるわけでございます。ゲノムデータに比べますと総量は大きくないんですけども、この非常に複雑多岐に、一枚一枚のその画像が収納されていく、それをいかに整理をつけて使いやすくするかという問題がございます。それからもう一つは、特別な画像専用の規格で入っている、こういう特殊性もございます。それからこれは後でちょっと例を挙げて、もう一度ご説明しますけれども、こういった画像をですね、パターンで見るのみならず、定量的に評価をしなくてはならない。脳が萎縮していく過程で、年間に何パーセント萎縮をするのか、それがお薬の作用によってどのぐらい改善したのか、これが治験における判定指標になるわけでございます。ということで、定量的な評価のために極めて厳密なクオリティコントロール、あるいはキャリブレーションが必要になってくるということでございます。これはご説明しませんけれども、JADONIでもそのグルコースのペット、非常に盛んに取っておりますけれども、その画像が臨床施設から入ってきましたら、一定のフローチャートに従って、クオリティコントロールをやっているということがございます。次のスライドも似たようなものでございますけれども、
一つはですね、もう一つはそのある時間断面の横断的なデータ、そのパターンというのも重要なんですけれども、特に治療を考えている場合には変化率が重要であると、すなわち縦断的な変化、タイムポイント間の変化ということが非常に多くのことを物語るという事情がございます。申すまでもなく臨床再管理臨床とリンクが必須であるということで、非常にヘテロジナスなですね、さまざまなのを含んだ巨大なデータベースになっていく、これをいかに作り上げるかということがあるわけでございます。で最後にですね、なぜ画像化ということでございますけれども、お薬の治験、特にこういうアルツハイマー病、精神疾患で、やはり症状が抑えられる、進行スピードが抑えられる、あるいは改善することに必要で、そういう意味では臨床心理認知機能のデータというのがいつまでいってもファイナルに重要になってくるわけでございます。ところがここにちょっとイメージで入れてございますけれども、認知機能のですね、データというのはどうしてもその性質上、例えば増悪をしていく場合でも非常に個々人間あるいはタイムポイント間のばらつきが大きくなるという宿命を負っております。そのためにこういった疾患の臨床治験が非常に難しくなり、かつサイズが莫大になるということになるわけでございます。この点画像の変化というのは非常に、安定しておりますので、バラつきを克服する、強力なバイオマーカーになるんだということでございます。でこれはアルツハイマー病、ここから例にとってお話しますけれども、その例えば50代から80年かけて、ある方が80歳のアルツハイマー病を発症したとすると、その時に臨床症状が大体年代に沿ってどういうイメージで動いていくか、その背後にあるその病理学的な変化がどう動くか、あくまでイメージ図でございます。認知症になったところからアルツハイマー病と申しますけれども、突然そのフルな認知症になるわけでございませんので、それに先行する時期ですね、物忘れはひどいけれども他の認知機能はまだある程度保たれているので生活できる、そういうフェーズがございます。これ軽度認知症の MCI と言っております。で、その背後の病理ですが、アルツハイマー病では今日写真を見せしておりませんけれども、脳の神経細胞が脱落をする、それから神経細胞の中に神経原性変化というものが溜まってくる、それから神経細胞の周りに、これ原因物質でもあると言われておりますけれども、アミロイドというタンパクが溜まってくる、この3つが特徴でございます。この MCI の時期にもですね、すでに神経細胞が相当抜け落ちている、そしてこの背景で一番最初に出てきますアミロイドという病理はですね、もう症状が出てくる15年から20年前に出始めるんだろうというふうに言われておるわけでございます。で、今ですね、アルツハイマーの例えばこのアミロイドを抑える薬というのは盛んにグローバルな治験が始まっております。ですけれども、今さまざまなその技術的、あるいはレギュラトリーな理由で、こういったアミロイドを抑える薬でもですね、治験ができるのはやはり認知症症状が始まってからに限られております。常識的に考えましてもですね、もう病理変化がはっきり動き出してるんだったら一番早いところを捉えて、治療すべきであろうと考えられるわけでございます。でも今のところこの、2段階のギャップがあるということでございます。あとでちょっとまた触れますけれども、認知症のアルツハイマー病、その前の MCI に遡ってですね、最初期段階としてプレクリニカルアルツハイマー病という定義が昨年ぐらいから論議されております。これはちょうどここにありますので、症状がないけれども病理の変化が出てきているところということでございます。将来的にはですね、このプレクリニカルでなんとか抑え込みたい、どうやってこの今の認知症レベルから MCI を経てプレクリニカルに到達するか、一言で言うとやはり信頼できるバイオマーカーが必要だろうということになるわけでございます。この画像バイオマーカーを作っていくというのがこのプロジェクトの大きなミッションでございます。で、アド2という研究がこの世界的な潮流になって、やってるわけでございますけれども、アルツハイマーディジーズニューロイメージングイニシアティブという研究の略称でございます。米国で、マイケル・ワイナー教授という神経放射線医の方が、中心になって、全米で今広がっている。で、データベースインフォーマティクスに関しましては、UCLA にですね、ラボラトリーニューロイメージングという非常に巨大な画像データレポジトリがございまして、この研究のみならずアメリカのあらゆる脳画像研究の、センターになっているわけですけれども、ここのアーサー・トーガー教授が
運営されておりまして、ここでは、画像臨床データはですね、非常に進んだデータシェアリングパブリケーションポリシーを持っております。もうこのデータが入りましたら最低限のクオリティコントロールを通ると翌日とか数日後には全世界に公開される、そんな運用をしているわけでございます。ヨーロッパやオーストラリアでも同様の動きが出てまいりまして、私ども日本での J アドニを2006年頃に始めました。これが概要でございますけれども、日本では600名の方をこの38の施設で調べてまいる、大体2年から3年間6、7回にわたってフォローするわけでございます。 MRI は全員に前回行う、それからもう一つの画像モダリティのペットですね、これも、ブドウ糖のペット、それから後で申し述べます、このアミロイド病理を見るペットというのが今出てまいりました。この両方をできる限りやっていくということでございます。あとは血液のバイオマーカー、今あまりいいものがまだないんですけれども、将来的に必ず出てこなくてはいけないということで、血小も採取する、それからアルツハイマー病の一番強い今遺伝的なリスクファクター、ポリポプロテイン遺伝子の多型でございます。これをはじめとした遺伝情報を調べていく、それから生化学マーカーとしては脳脊髄液の検査が一番今有用でございます。これも全参加者4割ぐらいの方からご提供いただいたデータを取っております。そして最後に、さまざまな非常に多岐にわたる臨床心理検査、これを国際標準化しながら、記録していく、こういった非常に大規模なものでございます。これは認知機能検査のデータの一例でございます。これは MMSE、ミニメンタルテストといいまして、大体30点満点十数分ぐらいでですね、記憶をはじめとするさまざまな認識の見れるもので、ここちょっとご覧になりにくいかもしれません、実際のテスト用紙が入っております。まあ、記憶検査とかさまざまな簡単な遂行機能とかこういうのを見るわけでございます。これは我々の日本のデータ、これは公開されておりますアメリカのデータでございます。まあ、満点からだんだん点数が落ちていくんでございますけれども、やはりアルツハイマー病の方が一番争点が悪く、スピードも速い、 MCI の方もある程度スピードで低下していく、しかしながら先ほど言ったようなですね、非常に幅の広いこういうばらつきがあるという性質が日米ともに現実に現れております。MRI でございます。これはご存知のように脳の形態を極めて、精密に、ビジュアライズする技術なわけでございます。それゆえにこの、精密な形態から脳の容積を測るというのがこのプロジェクトでは主眼になっておるわけでございます。しかしながら、大きなチャレンジでございます。 MRI の機械というのは様々なメーカーの様々な機械を使っておりまして、施設ごとでの整備状況なども異なっていたりします。これを、まあ、格差をできるだけ、少なくするというアルゴリズムを完成する。その後ですね、取れたデータに関しましてもムラですとか、あるいはその磁場の不均一等による歪みを、厳密に補正する、そういうプログラムを松田教授のグループ、確立いたしました。これは縦にですね、ビリケン頭のように歪んでるんですけども、これを指針球の形にまでして、精密なボリュメトリーができるようにするというわけでございます。で、これがアルツハイマー病でやられやすい海馬、あるいは海馬傍回というようなところですけれども、まあ、ここの容積を測ってまいるわけでございます。で、これは松田教授たちがですね、慣れた神経放射線維がこうトレースした非常に厳密なスタディですけれども、全データについてトレースしておりますと、これは日が暮れてしまいます。そこで、オートマティックなセグメンテーションをするフリーサーファーという、プログラムを走らせまして、これは初めて日本で、標準化し、本格的に使えたんですけれども、例えば1年間にアルツハイマー病の方の海馬は 5.7% 萎縮する、 MCI でも進行性の早い方ではそれに次ぐ、ノーマルの方はほとんど萎縮しないけれども、やはり有意なわずかな萎縮が起こっている、こんなことが分かってまいったわけでございます。ということで、まあ、この海馬の萎縮率などボルメトリが評価指標として日本でも初めて使えるようになるんであろうと予測しております。それからペットの一例をお見せします。これはアミロイドのペット、脳にそのアミロイドタンパクというアルツハイマー原因タンパクが変わってまいりまして、今までは亡くなった後に我々病理医が解剖しないとわからなかったわけですけれども、このちょうどアミロイドの構造にくっつくようなですね、染料のような
低分子化合物、これに放射能を照射まして注射すると一過性に入ってビジュアライズができるわけでございます。これはこのジェンアドニーのデータ、アルツハイマーのほとんどの方が緑で陽性です。 MCI では、7割ぐらいの方が陽性、健常な方でもですね2割ぐらいの方がすでにアミロイド陽性になっている、こんなデータが出てきております。これはややこしいんですけれども、年齢とこの線以上がこのアミロイド陽性でございますけれども、それから診断ですね、それから赤が先ほどのアルツハイマー病のリスク遺伝子 APOE4 陽性の方でございます。それでプロットしたものでございます。いろんなことを読み取れますけれども、健常な方とか手前のその MCI の方でもアポ E4 が陽性の方、赤い方ですね、非常に若い年齢からアミロイドがたくさん出てきている。まあこれがアルツハイマーの病態のリスク、アミロイドがたまることのリスクにもなっている、そんなことも分かってまいりました。で、今こういって、膨大なデータをそのどのように処理しているか、それを一枚にまとめたものでございます。一口にポイント申しますと、やはり、個人情報たくさん入っておりますので、バーチャルプライベートネットワークを構築したその中でデータ を送信し、また画像補正あるいは画像解析者がそれを取り扱い、またデータのクオリティコントロールなどもオンラインで行う、そういうシステムを、置いております。まあ、ここからそのデータを抽出し、またクオリティチェックを最終的に行い、再構成したものを、今回のプロジェクトの、決定版であるこの脳画像データベースの中に収納し、広く利用を図りたいということを今実行中でございます。で、今オンゴイングなわけでございますけど、今後ですねこういうデータをもとに、どんなふうに進んでいくのかということを簡単にまとめてみました。現在ですね、大きな根本治療薬の治験がどんどん蓋がその血管空いているところなんでございますけど、この夏以来ですね、認知症発症後の臨床的アルツハイマー病を対象にした治験は、2つぐらいのものが残念ながら、不成功が伝えられました。ということで、認知症が本格化した後ではその元を絶つような根本治療はなかなかもう遅いんではないかということが言われ始めています。ということで、このプロジェクトでも焦点しますように、軽度認知障害ございますとか、あるいは症状はないけど病理が始まっているプレクリニカルの段階、こういうところでの予防的な治療がベストだろうという機運が今非常に急速に高まりつつあります。これはとてつもないことを考えているようでございますけれども、例えば今一般臨床で行われています高血圧を下げておく、コレステロールを健康時から下げておく、これは何のためにやっているか、これは動脈硬化を防いで最終的な拘束などを予防するためにやっているわけでございます。すなわち健康時からこれらをコントロールしておくと、バスケラーイベントが予防できるというエビデンスが長い間の臨床研究で成立したから、これが一般医療になっているわけでございます。同じような発想であるアルツハイマーでも、例えばアミロイド、タウ、その他のリスク因子を健康時から抑えておく、今で言いますと予防的な治療になりますけど、よりフォーカスした先制医療的なアプローチが必要になるだろうということでございます。で、現在この第1期のデータが大体8割5分ぐらい集まってきておりますので、より早期の段階ですね、これはクリニカルなどにも集中して、さらに大量のデータを使いやすい IT クラウド環境を使う、あるいはノーイメージング技術をさらに開発するというところを中心する第2期のプロジェクトを準備中でございます。それからアルツハイマーを中心しておりますけれども、今回のプロジェクトでも次目指しています精神疾患のデータベース作り、それから非神経疾患、さまざまな疾患への応用展開を図りたいということがございます。で、我々このジェンアドニー1データをもとに、この今脳疾患画像データベースというものを構築し活用しようとしております。今申し述べましたように、さらに早期のさらに変化の少ないところですね、ここを解析するためにその IT 融合的なプラットフォームを作り、次の研究をやっていきたいと。そういう中で、画像のその新しい解析法も編み出し、またそういう微細な変化を読み取る、そして活用するような方策も置きたいということを考えております。そういうところではそのデータベースをいかに使っていくか、
作っているかということは IT の研究者にもご支援いただくということを考えております。これは最後のスライドかもしれません。こういったプレクリニカルのアルツハイマーのですねアプローチ我々も考えて実行しようとしているんですけども、もうアメリカでは現実に、プロジェクトを動き始めております。これはですね南米のコロンビアという国、ここに遺伝性のアルツハイマー病の巨大な関係がございます。で遺伝性アルツハイマーの未発症者の方というのは必ずアルツハイマー発症するし究極のプレクリニカル状態ということができます。こういう方々にですね抗アミロイド薬を、まだ健常時から投与してその後の予後が変化するかあるいは画像の変化がアテニエントするかどうかを見よう、そういうプロジェクトがこのオバマが防災を出しまして今 NIH が認可をしてアメリカで当年南米で準備をされつつございます。で同じようなプロジェクト DIARM というのと A4 これも非常に巨大なプロジェクトですがこのサンパガラスが今アメリカで動き始めているというところでございます。我々もですねまだこのプレクリニカル機能観察研究をこれからやっていくという段階あるんですけれども、将来本当にアルツハイマー病を制圧するという目標に向けてですねこのデータベースを元にして先生を目指したいと考えているところでございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。